こんばんは、孫さん、中樹里です。京本大我です。はい、なんか俺すげえ久々な気がするんだけど、ブース。なんでなんでなんで、どういうこと？樹里が？ああ、そうか、先週幕張でやったからか。あ、そっか、ツアー終わったけどまたそうやって違うところでやってたんだ。そうだそうだそうだ。ああ、よしきさんのあれでギリギリになったから。そうだね、あ、そうか、だからか。うん、あ、なんか株上げてこの感じが久々な気がしてそうか、ジュリーやっぱ毎週いるからさ、一周空いただけでもやっぱちょっと感覚変わるんだ。え、なんか感覚狂うよ。だって俺らはそれがもう常にだからさ、1ヶ月ちょいやるのが普通だから。だからいつもの時間にいつもの場所でさ、うん、会うスタッフさんとかもいるわけじゃない。はいはいはい。話したこともないけど、うん、だいたい11時ぐらいに、あの奥の方で会うスタッフさんとかもいるのよフロアにね、フロアにいるからね。なんかそのね、うん、定番化してるんだけど、それが崩れるとなんか、うん、あれ久々って感じがするわ。体が染まってんじゃん、ラジオに。そう、だからね、俺ね、ラジオをめちゃくちゃ助かってて。何？あのさ、大人になるとさ、曜日って分かんなくない？あ、あ、でも、まあ、仕事柄俺らね、そうそう、曜日が関係ないじゃん、うん、だからラジオで1週間のこの曜日感覚を保って、確実に土曜日がいつか分かるんだ。そう、それで、だから今までは例えばさ、うん、なんだろう、漫画週刊試験漫画とか、はいはいはい、そういうので、あ、月曜日だ、水曜日だとかでやってたけど、これでね、助かるの。なるほどね。そう、だってちゃんとさ、こう、何、健康とか気にしてんの、その前後は。どうぞどうぞ。だから夜中まで起きてるわけだ、この日は絶対。ああああ、ラジオはね。だからその前日はちょっと寝だめしとこうとかさ。あ、いや、意外とないよ。あ、そこはもう気にしてない。俺だって別にどんだけ朝早くても1時までは起きてるからね。あ、まあジュリ夜行性だもんね。そうで、この間もなんだっけ、なんかの時俺3時起きだったんだよ。あ、なんかあれじゃない、あったよね。うん、3時起きだったんだよね。撮影かなんか、うん、うん、その時も俺1時ぐらいまで起きてたから。あ、ほんと？そうそれだからもう感覚的に2時間ぐらいしか寝てないじゃん。感覚的にはうわ朝早いとか寝てねってよりは、夜遅い仕事みたいな感覚だった。なるほどね。そうだから、これはね、すごい助かってるんですよ。レギュラーがあるっていうのは、ね、毎週あるんだもんな、すごいよな。まあそんなことより短冊を書きました。本当そうよ。俺も何この話って今ずっと思ってて。そんなことより、ここに来てジュリーのこのルーティンの話何みたいな。ええー、俺も近況の話をしたいんですよ。ああ、なるほどね。まあ今、そんなことより短冊は書いたかって話ですよ。七夕終わりましたけども。そう、今週は七夕ってやつだったじゃないですか。今日が9日ですか。うん、だから2日前。2日前だ。うん、七夕でしたけど。今年というか、もう当分は書いてないよ、やっぱ。やっぱり。いや、まあ、うん、それでもさ、俺らはさ、アイドルじゃないですか、やっぱり。うん、まごうことなきアイドル。もちろん、なんと言おうとアイドル。ストーンズは特にね、うん。特にアイドル。特に。格段とアイドルと評判なんですけども。仕事でさ、例えば、まあ、雑誌とか、まあ、テレビでもいいですし、はい、なんか、お願い事を聞かれるとかさ。多いね。まあ、番組やなんだかんだとかでさ、例えば短冊書くとか、なくはないじゃない。うん、あ、俺ね、今回、やる舞台が、七夕関連してるんですよ。あ、はい、流星の音色って言ってちょっとこう七夕を、ね、モチーフにしてるんで、流星の音色の取材とかいっぱい受けさせてもらうじゃん。うんうんうん、七夕の関連の質問めっちゃ多かったわ。いや、そういう時も聞かれることもあるんじゃない、うん、聞かれます聞かれます。そういう時になんて答えます？願い事、お願い事です。短冊に書くような願い事ね。そうそうそう、まあ、これに短冊に書かなくてもなんかお願い事を叶えたい夢なんだかなりますかっていう質問とか。俺は健康第一かな。ひどい。いや、これマジなのよ。ライターが天を仰ぎますよ。なんかさ、個性ねえなっつって。いや、もうだから、だから多分コーチジェシー、うん、コーチあたりも健康っつってるわ。まあコーチ多いよね。健康第一とか笑顔、日々笑顔ね。あ、だからね、うん、ライターが嫌いなアイドルトップ。そうね、当たり障りないこと言っちゃうから1位タイです。1位タイ。書き応えがない。いや、自覚ある、自覚ある。秒数稼げないから、うん、よくないと思ってる。健康ですかね。やっぱり仕事上ね、健康ですかね。もっとぶっ飛んだこと聞きたいんだもんね。こう、いや、そうよ。でもいいし、このアーティストとコラボしたいとかとかでもいいし、なんかさ、ね、そう、仕事関連でもいいし、もっとプライベートの深い話。こうですか。いや、きついよね。だからもうコーチと俺は最年長組だからさ。いや、だからライターも、うん、こうパソコンとかメモ取りながら、うん、健康ですかね。ダーリー。内心。健康いうやつたまにいるよなって。確かに俺がそれ言った時ペン止まってる気するわ。いや、でしょ。うん、もう
キメーキモいまで行くなってます。だるいはまあ、100歩譲っていいんだけど。俺はね、キモいまで行くんだ。俺はね、金持ちって言ってるんですよ。いや、それもだりーぜ。いやいや、だりーって。いや、なんか。でも、俺はでも金持ち、いやでもマジで金持ちになりたくて仕事頑張ってるじゃない。まあね。お金のためじゃないよ。もちろん。けど、お金は必要よ。もちろんそれはあるよね。で、あればあるだけ嬉しい。あるだけいいもんな。ない幸せもあるけど、ない幸せを知った上でお金があったらさらに幸せ。確かにね。どっちも知ってればね。そうそうそう。だからありがたみがわかるし。なりたいじゃない。はい。で、俺しかもちっちゃい時から、まあ、サッカー選手やお医者さんなんだかんだあったけど、結局多分ちっちゃい頃から変わってないのはお金持ちなりて。でも、結局だからあれだよね。全部、サッカー選手でも何でもさ、お金持ちはやっぱ。え、俺ね、そういうことなんだよ、ね。結局根本にあったんだよ、ね、ジュリの。だから今もやっぱ、アイドルを頑張ってお金持ちになるっていうことが夢で頑張ってます。そっか。いや、頑張ってほしいけども。そうね。はい。はい、ということで、ここでちょっと気象に関するニュースをお伝えします。日本放送、ひろたアナお願いします。はい、お伝えします。ひろたアナありがとうございました。引き続き最新の情報が入り次第番組の中でお伝えしていきます。はい、ということで、何の話、あ、お金持ちの話。お金持ち、ジュリの夢ね。そうそうそう。だから今書く、今じゃあ例えばこれで今短冊渡されましたで書くなら健康って書くってこと、うん、俺はだからもうそういう年齢になってきたんだと思う、自分が。もう、まあ、だから切実な願いだよね。そう、なんかこうライブしててもちょっと腰痛いなとか増えてきたしさ、うん、だから紙面映えとかはもちろんめちゃくちゃしないけど、だからマジのお願いってことでしょ。ある意味マジで質問に向き合ってるよ、ね、いや逆に本当誠心誠意向き合ってる答えってことではあるよね。だからもうなんか本音だから、やっぱ冗談とかを言えなくなってきちゃう、どんどん。あ、もうお願い、ふざけた考えが出てこない。もうお願いに冗談を言えなくなってきた。マジでお願い叶えていただけるのかなってぐらいこう真摯に向き合っちゃう、その質問に。なるほどね、うん。じゃあさ、逆にさ、学生の時とか、まあ、うん、まあもっと若い時よ全然、うんうんうん、そういう時にさ、まあ、短冊書くとかあったと思うんだけど、そういう時ボケるタイプだった。ああ、なるほどね。いるじゃないですか、たまに。陽気なね、キャラクターの人がボケるとかさ。うん、俺は無意識にボケちゃってたかな。で、どういうこと？その、例えばちっちゃい頃、うん、家でも短冊書いたりしてたんだけど、うん、俺一人っ子だからさ、はいはい、やっぱり兄弟欲しいとかあったの。あ、はいはい、中でもなんか、まあ俺ちょっとスケベだからさ、なんかこう、お姉ちゃん欲しいな、みたいなあったの。あ、それはもう、幼稚園とかの時、ね。エロい気持ちでお姉ちゃん欲しかった。なんかこう、そう、なんかさ、こう漫画とか読んでてもさ、綺麗なお姉ちゃんいる主人公とかやっぱ良かったんだよ。あ、まあまあまあ、わかりますよ。俺も兄弟だから分かるよ。わかるでしょ？うん。お姉ちゃん欲しいっていうのをもう、数年書き続けたね。短冊に。でもそれって現実的に無理じゃん。俺がもう。もうお姉ちゃんは無理だよね。妹しか、ね、可能性としては難しいけど、うん、ずっとお姉ちゃんって書いてて、親はそれに対して何にも反応しない、まあ、数年。まあ、その、ご両親的にお姉ちゃんを作るのはね、うん、なかなか難しい、ね。そう、現実的には無理だから、うん。だから結果的にボケちゃってたっていう。ああ、そういうことだ、ね。そう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 。結果的にはボケになっちゃってたよ、ね、みたいな。ジュリはどう？俺さ、ボケそうだと思われるじゃん。うん。なんかその、滑んのとかも恥ずかしいし。いや、なんかね、俺ね、わかるよ。ジュリって意外に滑んのビビるよね。そう。俺嫌なんですよ。いや、ビビるよね。そう。目立ち上がり屋なんだけど、そういうの嫌なんですよ。滑ってない風にするしね。そうそうそう、滑っても。滑ったなって思った瞬間、マジで言ってるよみたいな。だからなんかその、当時からそうなんだ。そう、なんか名前を違う名前にするとか、もう山田太郎にするとか。うわ、つまんねえ。あと3年2組なのに、なんかその、中学校の、例えば中学校で言ったら3年2組なのに、なんか6年4組2回行くとか、なんか。気づく人が気づくみたいな。そう、そんぐらいの、やつやったりしてたな。いや、ジュリー、きめえな。いや、でもね。これはきめえ返しするよ。いや、ただ、いや、俺らの時代はまあ、そんなボケてもさ、滑ってもさ、まあ、うん、まあ、こんなやついるなぐらいで終わってる。まあね、うんうんうん、今はさ、短冊でボケたら SNS で大晒しにあるし。確かにな。あるね。たまに SNS で回ってくるじゃない、なんかさ、なんて言うんだ、神社とかにさ、こう願い事書く。まあ、短冊じゃなくても、うんうんうん、そういうのもさ、ね、あ、そう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 、うんうん、そういうのとかでさ、なんかボケてるやつとかおもろいのが流れてきたりするじゃん。あるね。その、友達のじゃなくてもなんか、そう。ね、撮って。印象的なのとか、うん、まあ、それが感動するのでも面白いのでも。うんうんうん、だから今、バズったりするよね。だから自分の意図してないとこで急にバズってたりする。大バズりしてる可能性あるじゃない。
確かに今そういう時代だもんね。で、怖いよね。あの、今、うかつにボケれないよね、もう。もうだから短冊も絵馬ももう SNS に書き込んでるっていう気持ちで書かなきゃいけない時代だよ、もう。あー、もうどこで残、しかも一回バズっちゃったらもう残るからね。そうだね。誰かのデータホルダーに。消えないからな、もう。怖いよ。うん。てかさ、その。覚悟持たないと。そもそもなんだけど。何？七夕ってなんでお願いするの？なんでお願いするんですか、これは。七夕ってやって織姫と彦星が1年に1回出会えるみたいな。そう、そう、そう、1年に1回だけその時期にだけ、うん、天の川のね、そう、織と彦が会う日。織と、待って、織と彦っていう人が初めてなんだ。っていうのは知ってるんですよ。僕もそれは知ってますよ。うん、あ、ほんと？うん、織と彦がそこしか会えない。と彦、うん、すっげえ好きなんだよ、めっちゃ。相手相手ってなってんだけど、そこしか、純愛だよね。2人が全然会えないみたいな。だその日にもう予定合わせて、うん、オリ今日空いてるみたいな。そういうノリなの？軽くない？ああ、いけるいけるいけるみたいな。飛行もいけるでしょ。一年に一回でそのノリなの？うん。だからまあじゃあ大体日暮れ、18時ぐらい、うん、みたいな。18時ぐらい、ね、まあ、夜時がなんかおしゃれだよねみたいな。18時ぐらいに空で。ロマンあるよねみたいな。空で。かっこいいな。そういう、そういう感じじゃないですか。うん、だからそれ確かに願い事関係なさそうだね。そうなの。その意味、なぜ我々は夢を願うのですか？これ疑問です、僕。なんかその、例えば俺らからしたら空を見た時に、うん、会えてるかなみたいな、二人が会えてるっていうことは奇跡なわけじゃん、うん、だからそれに便乗してんじゃない、こう。ちだからさ、そうじゃん、もう俺たち関係なくない？関係ない、関係ないのよ。だから第三者が乗っかっちゃってんのよ、完全に人の恋愛に。だから自分の誕生日でさ、うん、ろうそく消すときにみたいなのとか、俺はまだいいと思いますよ。なんかその一年のさ、抱負じゃないけどこうしていきたいっていう願望、もうマジ関係ない。もうだから結婚式で言う、もうあの、新郎新婦が、こう、キスします、みたいになるときに、もう一緒にキスしに行ってるようなもんで、ね。それはちょっと違う。違う。それは違った。全然違うよ。それは違ったの。いやでも、で、オリとヒコにだるがらみしてるみたいなことよ。合ってる時に、まあ、そうね。いや、もうじゃあ俺もついでに願っちゃおう。だから、あれじゃないの？フラッシュモブって言うんだっけ？なんかこう、サプライズでさ。あるね。お祝いしてる二人が、たまたまそばにいたから、うん、って寄ってっちゃってる、周りの。そうそう。ギャラリー、ギャラリー状態、ね。便乗してるから、便乗、関係ないもんね、うん、周りは。だからもうそういうことだ。もう関係ないんだ、本当に俺ら。なぜ願うっていうことになったんですか？これは俺は別にそれを否定してるわけじゃありません、もちろん。疑問なんですよ。まあわかる。その疑問は俺もある。俺はそれが素敵な日だなって思うのは別にいいと思うんです。考えたことなかったね。それは人それぞれの。ただなぜ願うのですか？その言い方見てください。願うのですか？すごい嫌だ。その日に。別の意に願ってもよくないですか？まあね、だから、7と7で縁起もいいし、みたいなこともあんじゃない？ 6 と6とか5と5、別に他の数字でもよくないですか？なぜ、まあ、決まってるか、子供の日とかさ、5と5はあるとか。ああ、なるほどね。なんか、で、こう、はめてったんじゃない？こう、1年の中で。ああ、ゾロ目を。行事を。うん、ああ、そしたらその子が願う日になってしまったってこと。じゃないかな。うん、だからその、僕にちょっと教えてください。どういうこと？なぜに願うのですか？やだな、その言い方。人類は皆。壮大。まあでもマジで不思議。だから俺は、まあ今でこそ違和感ないけど、うん、そもそも俺はクリスマスプレゼントも違和感。というと？だって、あれ、俺、もともとはさ、だって、その家、なんか誕生日みたいなことでしょ？うん。キリストのみたいなお話でしょ？うん。なんで俺らがプレゼント渡し合ってる？まあだから俺らもまた無関係だよね。いやそれを、その誕生日をお祝いするのは俺はいいと思う。なぜ俺らがプレゼントをもらえちゃってるのか。そう。そういうことなんです。なぜもらえちゃってるのか問題。その、素敵な日としてみんなで何かまあごちそう食べるとか俺全然いいと思うんだ。それを記念日として。なぜに私たちは、その、プレゼントを渡し合う。そしてなぜサンタは来るのですか？来るのですかじゃないの。誰ですか？の入れんだよ、めっちゃマジで。わからない。来るのですか？いや、それを否定してるわけじゃなくて、うん、その、なんていうの、起源というか、それの元が不思議です。まあ、でも調べたらなんかちゃんとあんだよね。多分あると思うけど、俺はその知識がないからわからないんですよ。調べろよ。何を言ってんの、さっきから。俺はテーマメールにしたいぐらい。調べたらいいのよ、自分が。今日のテーマメールにしたいぐらい。いや、もうググったら早いのよ。違う。いや、そこはリスナー、いや、もっと時間かかるって余計。いや、定かじゃないよ。今のネットなんて、
ちょっと CM 入ったらもうすぐググったらすぐだから。すっごい情報が飛び交うじゃない。いやいや。あることないことね。まあね。まあ、ガセとかね。それが真実かもわからないから、俺は一番信頼してるリトルストーンにテーマメールしたいぐらい。マジなやつを、うん。なぜにみんな願うのですか、ね、っていうテーマメールにしたい。そうね。ぐらいですよ、俺はね。うん。まあちょっとじゃあ、聞いてみる。まあ知識があれば、ね、知ってる人は。うん。僕しかも確実なやつね。ボケいらないから。いや、まあマジなやつね。あの、ボケのパターンいらないから。うん、ボケなしで。うん、僕知ってます、私知ってますっていう知識が欲しいです。そうね。うん、ちょっとじゃあ俺もせっかくだし。じゃあそれを知ったらさ、うん、これから願うことの、なんか重要性を俺らもっと感じて。そうだね、確かに。なんとなくさ、うん、まあそういう日って知ってても流しちゃう。くない？年齢重ねると短冊書くこともなくなるし、もしかしたらもっとその、いい文化として広まるかもしれないから。なんかより俺たちも、なんかこう、意味合いが分かった方がさ。そう。願いがよりこもるよね。そう、うん。し、なんかその日をもっとちゃんと過ごそうって思うかもしれない。うん、から、ちょっとなぜに願うのか。みな。みなの主義。ああ、それは俺は知りたいなぜ願い、願うのか。ありますね。あ、まあ、あとちょっとまあ、僕の話みたいなの続いちゃうんですけど。はいはいはい。まあ、田中樹、はい、マラソン人生がスタートでございます。知ってますよ。スタートしましたね。スタートしますよ。まあ、日曜劇場、オールドルーキー、あの、郷さん主演ですね。うん、で、まあ、第3話、次ですね。はい、だから先週今週か、うんうんうん。先週だね。先週の日曜日に、うん、第2話が放送になりまして、うん、で、だ次が17かな、来週になるのかな、来週の日曜日。明日じゃなくて、1週間。明日が、いろいろ都合があって、放送ないので、うん、次の週ということで、うん、第3話に出演することが発表になりまして、まだ2話のケツにも出ましたよ。見た。うん。なんか、まあ、かっこよかった、ね、予告っぽい感じというか。なんか期待しとけよみたいな。そうそう。かっこいいよね。まあ日本のマラソン界の絶対的エースみたいな。もうだってマラソンって言ってたからね、今。はい。巻いちゃってたから、ね、言い慣れちゃってますから。言い慣れちゃってて。はい。まあだから、俺はもともとこの夏、うん、まあ先週とかも話してたろうかな。ボクシング人生が控えてたんですよ。うん、そうだよね。うん。ね、その直前にマラソン人生がスタートしたわけで。それも、もう本当にサプライズ的にジュリも、急な話だもんね。俺もそんな、ね、結構前々から聞いてた話じゃなかったんですけど、うん、急にマラソン人生、まあ、急に、だから俺ちょうどドリームボーイズ用に、そのボクサー用に体を鍛え始めて1週間ぐらいでこうなり、このお仕事入りましたとマネージャーさんからお話があって、数日後に衣装合わせ行って、で、まあ、髪型、まあ、黒で短髪にしてほしいです、っていうことで切って黒染めして、似合ってるよ。ね、めちゃくちゃちゃんとした練習もしたんですよ。青学まで行ったんですよ。あ、なんかさ、スケジュールに入ってたよね。そう、あの有名な原監督の指導を受けて、何回も受けて、で、大雨の中前走って何キロも、大雨だったんだ。何キロも走って、でもフォームというか、そのフォーム作りから、そのフォームを作りやすい体の、作りからやりまして、うんうんうん。すごいね。そう、結構もう本格的にやって。で、その時に原監督に、初見の時に、うん、理想的なランナー体型だ、みたいな。元のポテンシャル的に。俺が、体型ってこれ、うんうん、もうちょっと足鍛えた方がいいとか、上半身鍛えた方がいいとか、鍛えない方がいいとかありますかって、ランナー体型のことを質問したら、いや、もうこれシルエットが今完璧だって。だって普段別に何もやってないでしょ。けど、もう綺麗なランナー体型だから、そのままでいい。太りも痩せもしね、なんもしね、そのままでいいって言われたから、太くならないように、ちょっと足のトレーニングだけして、そう、だからプロテインとか飲んだりしないで、足のトレーニングだけして、って感じですよ。ジュリもプロなんだな。すげえな。頑張ったよ。実は結構頑張ったよ。だからマラソン人生が、まあ、撮影がもし終わったら、もう次はボクサー人生。そうなんですよ。ボクサーに大変だね。体作りが大変なんですよ。まあ、だからボクサーも、太る、大きくしちゃいけないから、まあ、そんなね、大幅に、増量するとかないんだけども。いや、もう、でも、今までずっと北斗の話してたけど、もう、ジュリ役者じゃん、これ。もうね、申し訳ないです。言わせてもらいます。僕、役者です。憑依型役者です。やばいね、これ。憑依型です、ね。演じちゃってんね。いや、やっちゃってますね、もう。完全入っちゃってますね。慎太郎とかもすごい頑張ってるけど。そうね。ジュリもこれ。まあ今一番役者ですね、僕。ジュリ一番役者やっちゃってるかもね。一番役者です。僕とちょっとね、ちょっと今。あ、いや、もう完全、ストーンズ全員ごぼう抜きですね。休んでるからね、はい、完全です。ジュリぐんいってるね、今ね。すごいね。完全、僕ちょっと期待しちゃってもいいんですかね。まあ、
期待しててください。うわあ、予告と同じ顔。すみません、本物です。申し訳ありません、本物です。口角上げちゃって、ね、本物です、申し訳ありません。すごいかっこいい。田中樹です。いや、僕が田中樹です。あなたは京本大我です。だそうです。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。はい、生放送ということでラジオを聴きの皆さんもメールで参加してください。今夜のメールテーマはよくわかってないこと、これを送っていただければなと思います。興味深い。まあ、例えば七夕になんでお願い事するのかみたいな、うんうんうん、そういえばよくわかってないな、疑問だなみたいなことを送ってもらえればなと思います、うん、その他にリアクション感想メールもお待ちしております。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com st@allnightnippon.com。 ストーンズの頭文字を取って ST となっています。同じ内容のメールは1通だけで大丈夫です。そして番組ではツイッターアカウントもあります。アカウントは @stonesANNSA、放送中はハッシュタグソーンズ ANN をつけてつぶやいてください。それではメール何通か読みします、はいはい、最初はラジオネーム綿毛さんからです。綿毛さん、書きがえのない七夕の願いですが、うん、健康第一、日々笑顔の他にもみんなの願いが叶いますように。あ、いるいる。なかなかきついと思いますがいかがですか。これね、そのタイプね。いや、なんて言うんだろう。今実際帰ったよっていう人がいたら申し訳ない、言わしてもらいます。悪いことじゃないんだけどね。申し、いや、願いとしては素晴らしいと思うんですけども、言わしてもらいます。しんどいです。はい、ちょっとこう、あざとさが見えちゃうのかな。何なんだろうね。その、いや、素晴らしい願いだと思いますよ。うん、ただ、その、短冊に書くか。でもさ、これさ、例えばさ、自分と足すだけでさ、ちょっと印象変わんない？ああ。自分とみんなの願いが叶いますようにとかだったら。そしたらそいつに興味湧くよね。お前の願いなんだろう。ちゃんと自分のことも言うんだっていうので。確かに。なんかこう、偽善者ぶってないみたいなさ、なんかちょっとありそうじゃない？いや、これ、言ったような気がするわ。同級生とかに。本当ボケみたいなテンション感で書くやつ。あ、続いてラジオネーム、ピースフォンデュさんからです。はい、祖母の家に行ったら祖父と祖母の二人暮らしなのですが、短冊10個以上書かれてました。願いに貪欲すぎて叶わない気がしました。いや、いいことじゃない、ね、1個書いたらどんどん出てきちゃったんだろうね、うん、溢れ出ちゃったんだ ね。神社とか行ってさ、お賽銭投げたらさ、願い事一つだけの人。いや、俺ね、長いっすね。俺もめっちゃ言っちゃうのよ。なんかさ、それこそ6人でさ、こう神社とか行ってさ、まあ、YouTube の撮影とかでもこう、みんなでこうやって お参りした時とかもさ、俺もう目開けたらみんないなかったりするもん。あー、長すぎて。なるほどね。それぐらい長い。俺ね、だから、例えばね、うん、まあ、なんとかなんとか叶いますように、とかじゃなくて、俺もう喋るのよ、うん、俺。これ、これ聞いてますか心の中でね。聞いてますかって。俺、こうしたいんで、会話タイプ。俺、田中樹って言うんですけど、うん、俺、こうしたいんで、こうしてくんで、みたいな。喋り、語り口。向こうの声は聞こえてるわけじゃないけど、一方的にめっちゃ喋る。そうってやる。いや、でも別にいいんじゃない、ね、で、喋ってるから気づいたらどんどん俺も出てきて何個か言っちゃうのある、あるです。ここで一曲聴いてください。ストーンズでセピア。いつも下手なんだよな、曲の配慮が。ザ・ミュージックデイに我々ストーンズも出演させていただいてまして、ヨシキさん、サラブライトマンさん、ストーンズ、サラブライトマンさんの横にジェシーだったんですよ。お前喋ってたよね。で、When did you come to Japan? って俺が言って、おう、I go to three days ago? みたいな、おうおうおう、3日前ぐらいに来たよ。で、それでバーンってそのチーム終わって、だから俺はずっと、あ、3日前に来たんだと思いながら桜井くんの話聞いてた。お前なんか近々飲み行く予定ある？いやそうね、もしかしたら。ちょっと待って、ジェシーはいいけど、サラブライトマンさん、もしかしたらあの子は何日前から日本にいるのかしらと思いながら歌ってた。聞くだけじゃダメだよ。あれね、ちゃんと伝えないとびっくりする。ミスったな。でしょ。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。そんなラジオだったね。ねえ、知ってる、あのさ、サラブライトマンさんのツイッターに俺らの
8人ショットの写真上がってました。最後撮らせてもらった写真でしょ、うん、上がってたよね。俺らもデータもらってないのに上がってた。そうだよね。俺らもらってないよね。もらってない。一番欲しいのにね。上がってたらしい。俺誰から聞いたんだっけ。あ、昨日かな、うん、一昨日かなんか取材の人に言われたんだよ、ね。ええー、そうなんだ。上がってましたねって言われて。うん、え？俺見てもないんだけどその写真っつって。俺見つけたわそれ。へえ。見かけた。そうらしいね。めちゃくちゃ嬉しかった。貴重でしたね、うん、あれはね。はい、じゃあメールを読みしますね。七夕のメールですね。ラジオネーム、明日かさんからです。明日かす。七夕の話はもともと中国の昔話から来ているそうです。ああ、そう。天の川を渡って男女が会える話が日本に渡って二つのものが折り合うことから、旗折りなどの手芸が上達することを願うお祭りになったそうです。平家物語には七夕に手芸が上達するように、葉っぱに願い事を書くシーンがあるらしいですよ。もう何言ってるか全然わかんないね。で、中国の昔話でこういうのがありまして、で、それが日本に伝わってきました。で、二つのものが折り合うことから、旗折りの、それが到達するようにっていう願い事を、その願掛けみたいな縁起物、験担ぎみたいなもんかなんで願うようになって、そこから願い事をするっていうことに変わっていったのかな。へぇちょっと、まあでもなんか、しっかりした理由が終わりだったんだね。あるみたいです。あるみたいだ、うん。ちゃんとその、徐々に、ね、伝わってみたいな。うん、まあ、伝わってきたんだね。続いて、ラジオネーム、FKY さんからです。はい。7月7日は、オリとヒコが会える日ではなく、神様が願い事を叶えてくれる日で、オリとヒコは会うことを願ったから会えるんです。本当？なので、みんなの願い事も叶えてあげるよっていう神様の優しさだと思います。マジこれ。あ、でも、そんなシェンロンパターンあるの？で、シェンロンパターンでしょ。どういうことですか、シェンロン。だから、うん、ドラゴンボール7個集まったら、シェンロン出てきて願い叶えてくれるんじゃん。あ、その感じってことこれ。この7引きずってんじゃん。この7月7日に。あ、これドラゴンボールってことか。シェンロンパティーンじゃん。これドラゴンボールから引っ張ってきてるってことか。ドラゴンボールから七夕って生まれたってこと。ってことこれ。どういうこと。だから、あ、その神が、4月7日は縁起いいじゃん。俺ね、願い叶えるぞーそんなキャラクターって言って、俺とヒコが、俺ら会えないじゃん。願っちゃおうぜ、神に。確かに登場人物会いたい会いたいって言って、会えたもんだから、みんなもう、え俺とヒコ会えんなら俺らの願いも叶うんじゃね？便乗。便乗パターンか。これ本当にこれですか？だとしたら、一個前のメールは何ですか？その、旗折りなどの手芸が上達することを願うお祭りとドラゴンボールはどっちが本当ですかそう、今二つ出ちゃってるからね。うん、だからいやでもなんか、慎太郎パターンってことでしょ？で、だからその、北斗、ちょっとお寿司おごってあげるよって言って、うん、北斗、いいのじゃあおごってもらえる、ありがとうって言ったらさ、気持ちよくなっちゃってさ、慎太郎、いや、みんなもおごったよってやってたわ、あいつ。たまにあるやつ。東京駅でね。たまにあるやつ。そう、駅弁とかみんなに買おうと思って並んでて、北斗そういえばこの間払ってくれたから俺おごるよっつって、で、俺らも近く行ったら、まあ、じゃあもうみんなおごっちゃうよっていうことでしょ。うん、神がね。あ、まあ、じゃあみんな叶えちゃうみたいな。どっちなんだろう？でかいな。でもな、どっちなんだろうな、これが諸説か。ねえ。別に俺どっちも、まあ、だからないと思うんだけど。どっちも正解みたいな可能性もあるかもしれないですね。ただ1枚目のやつはなんかすっごい難しいこといっぱい書いてあったから、なんかそっちな気がすることもあるんだけどね。そうね。でも分かりやすい神なの、神の話。神の方が分かりやすいね。確かにそんな気もするわ。なんか縁起がいいみたいなことなのかな。そういうことにしとこうか、俺らの中ではね。ねえ。じゃあ続いていきますよ。ラジオネーム、みほの魔法瓶さんからです。はい。ラジオがあって助かると聞いて、うん、私はてっきり、いつもリスナーがそばにいてくれて心強い、的なことを言うのかと思ったら、よりによって、ね、曜日がわかるってなんだよ。カレンダー見ろ、スマホの日付見ろ。いや、別にいいだろ、その、俺が、どこにラジオのありがたみを感じようが、それは自由じゃない、うん、じゃあ、ありがたみを感じてるだけでもいいことじゃない？素敵なことよね。ただの一つのお仕事として、何もなく平凡にこなす、そんなタレント嫌でしょ。その日が一週間のこう、キーになってるわけだから、ね。そう、俺がどこにありがたみを感じるかはやめてくれよ、それは。もちろん、リスナーにも感じてるさ。大前提の話なんでしょ？そう、そうよ。それは言うまでもないんじゃないか、うん、まあ、でも俺は本当にね、リスナーさんがいて心強いし、毎週俺は会いたい。あ、ごめん、俺、
こう声だけだけど、俺、それ合うって表現しちゃった。あ、もう。ごめんごめん。あ、もう一緒に話してる感覚が。俺はもう合ってるつもりだから、リスナーとは。ズルアイドルだな、うん。いるよね。いいとこ持ってくアイドルだやつ。ジルはどうなの？何ですか？え？何がですか？ジルはどうなの？俺？うん。わぁ、俺もね、めっちゃ会えて嬉しい。ああ、そのリスナーと、リトルストーンと会えて嬉しい。あ、嬉しい。嬉しいなって思う。なんかいつも言えてないこととかも今のうちに言っとけば。いや、本当に。気持ちをね。みんながいてくれて心強い。ここに感じてるぜ。うっす。もう辛い。曜日がわかるからありがてえわ。曜日が何もねえよ、ラジオ。曜日だよな。あ、土曜日だって思うんだよ。それだけだよ。だって楽屋でもたまに言ってるもんね。あ、土曜日。ラジオあると土曜日わかるって。それ。ラジオのありがたみ。それ。もう、リスナーのありがたみでもじゃない。曜日。曜日感覚が整えられて嬉しいわ。本当に、リスナーの皆さん、いつも、本当に、ありがとうございます。ずるアイドル。本当に、ね。いるんだよな、たまに、ずるアイドル。もう俺、週3でもやりたいぐらい。本当に。いるんだよな、ずるアイドル。うん、で、マネージャーに週3でって言われたら、きつくないっすか？絶対言うんだよ、これ。絶対言うんだよ。いや、俺、こんなこと普段本当言わないよ。うん。本当言わないから、マジで、うん、ちゃんと聞いててほしいんだけど、うん、大好き。その普段言わないから、普段言わないからの信憑性の増し方を分かってる人だよね。それのね、やつ、こういうやつ、決め。しっかりキャッチボールしたいからさ、俺の大好き、ちゃんと返してね、みんな。それが、なんだろう。えってこう、まともに受け入れられるの中島健人ぐらいだよ。それが通用するの。ギャグじゃないんだなって思われるんだ、ね。この人マジなんだなって思ってもらえる中島健人ぐらいよ。まあその積み重ねだよね。あの人ちゃんと貫いてるから自分を。今から俺変わってもダメだね。間に合わない。あなたみたいにフラフラしてる人にはもうダメです。ずっとフラフラしてるね、俺。知ってる？何が？ジュニア時代から俺キャラクターフラフラしてない。一回も止まったことない。まとまったことない。いろんな道通ってるよね。そう。そんな人の大好きほど知ってる。はい、じゃあ続いてラジオネーム、マーヤさんからです。京本さん。今更田中さんに対して、うん、役者じゃんはちょっと失礼じゃないですか？なんで？田中さんは幼少期から山田太郎という面白ネームの人格に憑依して願い事をしている、生粋の憑依役者ですよ。俺が舐めないでください。やめろ掘るな、それ、山田太郎。そこでもう、そっか。違う。伏線だったんだ。ごめん。違う。憑依してない。あの時にもう役者ぶりしちゃった方がよかったんだ。違う。ごめん。山田太郎の憑依聞いたことねえだろ。なんだよ、山田太郎の憑依って。なんなんだよ、それ。山田太郎の憑依。山田太郎の憑依学生いねえだろ。そんなこう深掘りする話じゃないからね。日常から。ねえ、それさ。幼少期からやってたんだ。うまいよね。揚げ足取るの。みんなね。いや、そんなことないよ。俺の揚げ足取ってるわけじゃない。リスペクトで言ってんだよ、みんな。あ、役者。本当に。素晴らしいねっていう話。そういうことだって、面白ネームとか言ってるからね。いや面白ネームの人格に憑依してとか言ってんだよ。いじり倒されてるじゃん、俺。じいえ、その、それはそんなに掘る。もうなんかスーって会話の中の一コマとして送っていくものよ。びっくりしたでしょ。まさか山田太郎を掘り返されるじゃん。山田太郎、そんなね、山田太郎の憑依とか、二宮くんだけだから、ね。山田太郎物語ね。やられてたんじゃない。やられてたよ。うん。それ以外で山田太郎憑依できる人いないんだから。まあそれ、俺じゃんか。俺なんかが憑依していいもんじゃないんだよ。二宮くんも、俺憑依させてたっけってなっちゃう。それはさすがに。確かに。それぞれのやり方があるからね。憑依だったかな、俺。確かに、憑依っていう表現が正しいのか分かんないけど。俺なんかが山田太郎をあの時からやってたとか言えないのよ、俺も。あれ掘らないでよ。はい、じゃあお知らせいきますか。はい、ここで番組からお知らせです。来週7月16日の放送にゲストが来ます。この方です！なにわ男子、高橋恭平！この歌好き。これ歌いたかった。曲だよね、これ。これ歌いたかった。このなんかさ、シンデレラガールで俺ウェイで出すとじゃん、うん、またいいの出てきちゃってね。シンデレラガールとウブラブの両 A 面で俺行きたかった。この2つリミックスさせていただいた。いいよね、素敵、すっごい好き。もう一回サビだけちょうだい。サビもない。曲で持っちゃうから。高橋恭平。あんな声がしたくて、こんな感じ。
きたくて、たくて、海だけ。君だけがいいんだ。Oh my god、Oh my god もいいね。これの MV 俺めちゃくちゃ見たから。俺も見た何回か。メイキングも見たわ。この歌歌えないけど本当にいい。いいね。本当に好き。この曲はほんまに。まあ、ついにねこのラジオにキラキラして男子が来ますということでございます。ついにキラキラが来てくれるわけですよ。まあ、番組としては一応デビュー順でいうと初の後輩ゲスト、うん、あ本当？そう、まあ、入所順でいうと岸は一応来てるんだけど、デビューはまあキング&プリンス早いから、ね、デビュー順でいうとなにわ男子後輩ゲストが来るということで、はい、まあ、恭平をね、うん、まあ、知らない人もしかしたら中にはいるかもしれないので言うと、うん、そのなにわ男子の一員なんだけども、うん、なぜかずっとね尊敬する先輩を田中ジュリーだというあなんかチラッと聞いたことあるわ言ってる変な人いつぐらいからそれ言ってくれたの気づいたら、ね、気づいたらだって連絡先も知ってなかったっけ連絡先知ってますよねうん連絡取んのちょいちょい恭平が連絡くれますへえけどまあまあまあその辺の深い話はまあ恭平来たら話しますけども、ね、まあ一応絡みもあるんですけど、うん、なんかその俺好かれる好いてもらえる尊敬してもらう原因要因なんだろう、ね、が分かんないんです、うん、自分で心当たりなくて気づいたら尊敬されてたそれは一番いいことじゃない。でもマジで分かんないし、路線違いすぎない。まあね、だから別に特別ラップをやってるみたいなキャラクターでもないんでしょ。ないっていうね、歌すごい上手いイメージよ。俺は。あ、確かになんか一緒に歌ったことある。そう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 。ジュニア祭りかなんかね。あ、そう。だからそれでジュリーって。だから俺ね、こんだけジャニーズ事務所ってたくさん人がいて、後輩もいっぱいいるじゃないですか。ジャニーズジュニアで言うとね。なのに。俺のこと尊敬してるって言って一人しかいないんですよ今まで HiHiJets っていうジャニーズ Jr. のグループの猪狩蒼弥あいつしかいないんであいつはラップやってるからっていうのもあるんですよ、ね、路線がね一緒だからねただ恭平は分からん恭平が俺を尊敬してるっていうのはもう損でしかないだからジュニーのラップをもう歌だと思っちゃってる説はあるだとしたら俺の技術が足りてないジュリー君歌うまいなってラップのとこ聞いて思っちゃってるだとしたらあいつがすっすごいバカか俺がめっちゃ下手か二択ですでもなんか魅力があったんだろうね多分そうどっか魅力に感じてくれたのかなと思うんだけどもまあそんなにね言ってくラジオとかでも言ってくれてるわけでしょすごいねえ、まあ、そんなに言ってくれてるなら俺一度ラジオに来てもらおうじゃないかということって、まあ、ただね高橋恭平は多分俺がこのラジオのリスナーから1ミリも慕われてないむしろ舐められてる、うん、あいつもの感じでねこうメールとか来て格下に見られてるみたいなことを知ったら腰抜かすと思う、うん、こんな感じなんだキャラだったんだみたいなこんな風に思われてるんだそう思っちゃうジュリ君ってこんな感じなのって思われちゃうんですよやっぱねやっぱ最悪尊敬するのやめるかもしれない事態になるんですよ唯一のね、まあ、猪狩だけになっちゃうねまたねジュリ君って雑魚なんだってなっちゃうからそれ、極端だな。雑魚まで行っちゃう。なるよ、この、これを、バレたら、バレたらね。バレたらね。だから、もう、だメールサーバー壊れたことにして、メール読めないとかやりたいんですよ。僕は。いや、これちょっとやばいな。危険じゃない、うん、いや、恭平すごい人気でメールサーバーがね、ちょっと今、ショートしちゃったみたいで、メールが届いてないんで、ちょっと、トークで繋ぎますかそれで納得できるか、恭平。大きくにちょっと喋りかけてる風にして。ちょっとトークで繋ぎますかあ、曲いきます曲。みたいな風にして。それでいけるしのげる ?1 時間半。だから来週絶対バレるわけにはいかないんですよ。僕の2人しかいないうちの1人なんですよ。慕ってくれてる後輩の。リスナーにこう、強く言われるわけにいかないよな。そう、だからね、俺はリスナーのみんなからそのキャプテンって呼ばれてる設定でいきたいんですよ。キャプテンジュリー。いいのそれ逆に。キャプテンジュリーで。うん、行きたい。それいじられてるように見えない大丈夫いや、マジで、だからマジで来てほしい。マジで、だからその、急にキャプテンって呼んだらそれいじってる感じ、ね。だから、みんなもそこは、普段から俺キャプテンって呼んでるって。なるほどね。自分を、ね、そう、うん、ちゃんとそう、自分に言い聞かせて、来週臨んでもらわないと。そう、だからみんなもう役者になんなきゃいけない。そう、だからリーダー、まあだからリーダーとかでもいいし、うんうんうん、団長でもいいし、うん、ボス。団長いいな。うん、ボス。ボスジュリーでもいい。なんか、うん、いいね。いいのか悪いのか。そういう系がいいかな、俺は。ほんと。うん。おい田中はマジでやめてほしい。おい田中だもん。ミオジはやめよ。あと呼び捨て。呼び捨てマジ禁止。でもなんかちょっとさ、あ、なんかそれぐらい距離近いんだ。いや、遠ければ遠いだけかっこいい。うん、考え方中二病じゃん。リスナーと遠ければ遠いだけかっこいいですから。
で全員敬語。あ、ほんとそこまで指定する、うん、するする。で、俺はタメ語。やだな。それ嫌な映り方しないから。いや、大丈夫。いや、翔平びっくりしちゃう、ね、逆に。で、俺は、いや、お前らさって言うから、リスナーに。やめてくれよ、つって。そう、いや、お前。もっと、フラットでいいよ、みたいな。そう。何このメール、面白くなとか言っちゃう。やだな。やだな。これ一番かっこいいです。トイレ行ったら悪口言われるタイプじゃん。これ一番かっこいい。やだよ、それ。CM 中に愚痴とか言う。あと、スタッフに CM 中に指示したりする。次さ、これメール言っちゃおうか。言ったりします。半年で消えるタイプじゃん。やばいよ。いやー、ちょっと来週はね、とにかく俺はバレるわけにはいかないんですよ。うん、まあね。だから、その、あとは逆に俺は、京平が、高橋京平が、うん、俺のどこを好きなのか、そんなに尊敬できる面なのかみたいなことも俺も知りたいし。あ、今までちゃんと聞いたことないんだ。ないです。なんでそれを聞いたりもしたいし、それを逆にリスナーに知ってもらったら逆に、リスナーが俺を尊敬するっていう機会になる可能性もある。ジリのいい面を逆に強兵が広めてくれる可能性、ね。逆転ジャイアントキリングですね。来週はジャイアントキリングスペシャルウィークです。ウケる。そうしたいんですよ。はい、なるほど、ね。まあその辺もちょっとじっくり聞いたりしながら。まあでもちょっと、いやー、とにかくかっこいいんすよとか、うん、優しいんすよみたいな抽象的なのは禁止。うん、ああ、具体的な。具体的なやつ、めっちゃ深いやつ。だから強兵が疑わないようにだよね。だから長く細かく話してもらいます。めっちゃ文字数多い感じで喋ってもらう。深掘りして深掘りしていきたいなと思います。まあ、すべてはね、高橋京平に委ねます。ということで。お楽しみに。楽しみだな。楽しみですね。じゃあ、ここで一曲聴いてもらいましょう。なにわ男子でダイヤモンドスマイル。お聞きいただいたのは、なにわ男子でダイヤモンドスマイルでした。キラキラソングですね。キラキラだね。俺ら、こういうの歌いたいってかなり前から願望あるんだよね。いや、冗談じゃなくね。そう、本当にある。さっきはちょっとウグラブとかね、ちょっとちょけた感じだったけど、マジで歌いたいんだよ、俺ら。なんか俺らの持ってるさ、キラキラって、まあ、この星の光とかあるじゃない。うん。やっぱ、ダイヤモンドスマイル聞いちゃうとなんか、この星の光もイカつく感じない。なんか、思ったより。イカつくはないけども、強いんじゃないかな。まあ、俺らなりのキラキラではあるよね。いや、いや、あと歌ってる人っていうのはあるよ。やっぱ、なにわ男子のキラキラ。すごいもん。声色もそうだし。だってさ、チラッと音楽番組とかですれ違うとなんかさ、なんかすごいキラキラしてない？そうね。だってみんなが王子様じゃん。そうなの。あれすごいよな。あれ、グループって一人っていう約束じゃないの？王子様。ねえ、だいたい一人だよな。ねえ、だいたいそういう約束でしょ?7 人いちゃダメよね。そう、すごいよな、あれも。すごいよ、あれ。まあいい歌でしたね。はい。じゃあ今日も。はいはいはい。まあ近況ということなのかな。はい。安心してください。大丈夫ですよ。ということです。まあ初夏。もう初夏の話なんですけど。季節の初夏で。季節の初夏。今年の、まあ、先月ぐらいの話かな。うん、こう、まあ、だんだんさ、夏っぽい撮影って増えてきて。はいはい、こう、一人の雑誌の撮影とか。うん、で、こう、ロケをしていたんですよ。うん、まあ、普通にこう、ちょっと、あれかな、入った、細い道みたいなところで、はいはい、こう、ちょっと外で撮影してたんですよ。うん、そしたらさ、俺の前をさ、うん、俺とカメラの前ね、しかも、うん、ピュンって、ちっちゃい子供が通ったんだけど。間をってこと？間を。はいはいはい。無邪気にちょっと走りながら。うんうん。遊んでた？その子の格好がさ、うん、もうザ何？ザ虫の、虫取りかご。虫かご。ポケモンに出てくる虫取り少年。ザ虫かご斜めがけの、うんうん、麦わら帽子に虫網。緑のちょっと網みたいな虫かごみたいなやつ。そう俺、うんうんうん、現実世界で見たことなくて。あ、幻の生き物だと思ってたんだ。そう。ポケモンとかでもさ、うん、なんか虫取り少年が勝負を仕掛けてきたとかゲームであるじゃん。そういうのとかでしかそのビジュアルを見たことなかったの。基本的に。まあ、その分かりやすく表現してるものだと思ってたわけだね。そう、マジな虫取り少年、うん、ザ虫取り少年が俺とカメラの前をビューンって通ってた。あ、だからそのポケモンのモデルになった子なのかな。そうそうそう。うんうん、で、これは貴重だと思って。そしたらすぐ、そこは曲がり角だったから、その子曲がってっちゃったの。はいはい。だから今一瞬過ぎて俺も分かんなかったから、うん、ちょっと待ってくださいっつって、ちょっと見たいって言って、うん、俺すぐ回って見たの。ちょ、撮影中に、少年を見て撮影止める人いる？いやでもやっぱ、そんな機会なかなかないから、まあまあ、ちょっと一瞬中断させてもらってでも、季節を感じられるしね。ちょっと一瞬見たいって言って曲がってみたら、うん、もういないんですよ。これ怖くて。
もう。え、もうそのさ、曲がり角があって、すぐ曲がり角がもう一回あるとかじゃないの？いや、なかったと思うね。あの、曲がったら、まあ、家はいっぱいあるから、うん。もしかしたらそこに住んでた子ですぐ。もう曲がってすぐ角だった可能性もなくはないけど。うん、家だったとしても。けど、そんな今日も時間空いて、いや、だから声、カメラマンさんにちょっと待ってください。一瞬ちょっと見たいって言ったぐらいの会話よ。だからもう10秒。ぐらいの。それでもう、見たらいないわけ。うん、はい、で、もし本当にすぐ家があったとしてもさ、こう、まあ、玄関開ける動作とかもあるし、ね、虫かご取る、うん、こう一回ね、こう首から外す動作だったり、虫網を置く動作なのか、うん、なんか、うん、そんなすぐ入れるもんじゃないと思う。まあ、そんな、ピュッピュッってもうドアが元から開いてないと入れないぐらいの速度が、ね。で、しかもこう、パパとママといるわけでもなく。あ、一人か、完全に。一人で走って。ああああで、カゴの中、俺一瞬の記憶だから確かか分かんないけど、確か空だったのよ。何が？虫がいないの。中に。え、服装はその、タンクトップに半パン？短パンだったと思うよ。短パンにタンクトップみたいな感じ。うん、で、サンダルだったような気もする。うわぁ、もう俺が、ここは俺がちょっともう美化しちゃってるのかもしれないけど、もう格好までは。もう幻の存在になってるわけだ。もう美化して夏の子になっちゃったかもしれないけど。あまあでもそんぐらいの ちゃんと、うん、ザン夏だった。確実に虫の、麦わら、うん、虫網、虫かごは持ってた。はい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 。もう俺人生でそれ見たことなかったから。なんか。いやなんかそんなに大げさなもんじゃないけど。今年、本当？うん。今年、もうこれでいいや夏って思っちゃった。ああ、もうその子見て。なるほどなるほど。そう。もうそれぐらい満足できるぐらいなんかこう夏を感じられた。うん。もう下手したら風鈴とかよりも夏を感じたかもしれない。その少年が駆け抜けていく姿が。その少年の風が。え、それはもうでも結局どこ行ったかとか全くわかんないけど、うん。全然わかんない。で、俺もさ、撮影場所とかさ、うん、正直、車で送ってもらったりするから、駅とかもあんま覚えてないから、どの地区とかもわかんないし。じゃ地区わかったら探し出そうとしてるわけ。いや、だから、本当にいたんだよねっていう俺の疑問、その幻だったのか、ペガサスとかドラゴンみたいな。そういう、俺が夏、最近さ、やっぱコロナ禍で今年、去年も楽しめてないから、うん、まあね、夏楽しみてっていう俺が生んでしまった、うん、幻の少年なのか。夏を感じたいが。それさ、他のスタッフとか、うん、マネージャーとか見てないの？あ、だから多分見てたと思う。それで、あ、今、確かにいましたよねみたいなことは話したんだよね。確か一瞬。うん、だから、俺だけじゃないと思う。見たのも。あ、だからみんなが夏を感じたくてその場に生み出してしまった。みんな仕事に疲れて。虫捕り少年だった感じ。そろそろ虫捕り少年みたいな、つって。あー、そう。いや、ちょっとだから、怖い話だけど、俺もう。挑発したのかなとも思うしね。本当に怖い話。うわーって、ね、うわーって、うん、消えちゃったもん。めちゃくちゃ怖い話だった。だとしたら入りの初夏は多分違う。入り独特だったな。でも俺の地元結構痛くない？あ、本当、うん、じゃあ俺が変なんかね。東京育ちや。京本大我のオールナイトニッポン。やるんだね。FM 93 AM 1242東京有楽町から生放送でお届けしております。ね、ということでさあメール紹介していきましょう。ラジオネーム、牛年生まれの。読めないですね。なんで読む？牛年生まれのこれは、だから牛編に土に牛座。ああ、だからこれなんだろうね。牛編に土に牛座？やめろ。これ何なのこれ。まあ、内容を読ませていただきますと。ラジオネーム読めない。毎週、京本大我さんのオールナイトニッポンを楽しみにしています。5月になりましたね、と。明日5月7日は母の日です。京本さんは何か母の日のエピソードありますか？優しい京本さんだから、きっとお母さんのこと大好きですよね、ということで。ね、いつ読めるの？ 4 月だよ。5月7日、ね、明日、母の日ってことなんだけど、俺ね、ちょっとね、お母さんにっていうのはね、ちょっと当分正直ね、その日にはできてなくて、7月だけどこう、何でもない日に一緒にラーメン食べに行ったりとか、ちょっと回転寿司行ったりとか、なんかそういう何でもない日からもう俺は恩返しモード。
入っております。何聞いてんの？まあでもね、父親ともね、よくご飯二人でも行きますし、まあ家族仲良くやっておりますのでね、そこはご安心していただきたいと思います。ということで、牛編に土に牛雑さんありがとうございました。いつメール読んでんの？引き続き次作るかもわからない京本大概の普通歌募集中です。このラジオ全然届いてないんじゃん。受付メールアドレスは cs@allnightnippon.com cs@allnightnippon.com、カオスソルジャーの頭文字を取って CS となっています。あと5月7日と2ヶ月間でこれしか届いてない。あとこれ牡牛座ね、牛年生まれの牡牛座ね。これ牡牛座読めるでしょ。ちょっと懸命にあの京本大河と書いてね送っていただきたいんですけれども、牡牛座、それでは、こちらの取れたて新鮮のコーナーに参りましょう。今週のトマトニュース。このコーナー人気ないんじゃないの？まあ、実はですね、あのぶっちゃけさせていただいていいですかね。あのこのコーナー今年の3月からね、ちょっとトマトニュースって言っておきながら全然トマトニュースじゃないことを言うっていうボケをずっとしてるんですけど、まあね、こう終わってからエゴサもしますわ。なんかリスナーにそれが伝わってないんですよ。トマトニュースじゃないことを言ってることに触れる人が少ない。みんな騒ぐ、そんな、これね、ちょっとしょんぼりタイガちゃんなんだよね。結構あの、まあ、トマトニュースって言っておきながらね、こう前回もね、あのニュースを読まずに、あの、コーチ優吾に電話するっていう、こうニュース言わないんかいっていう、まあ、そういうすごい面白いことまでしちゃってるんですけど、まあ、これもちょっとそのボケが伝わりきってないっていうことでね、もうリスナーの勘がね、ほんと悪くて。伝わった上でみんな反応しないんで。ほんとにやりがいがないというか。リスナーの質が悪いから、ちょっとやりがいがないんですよ、これ。伝わってはいるけど、みんなそんなに反応する音じゃない。まぁ、ちょっとトマトニュース、正直、現在手詰まりなんですけれども、まぁね、もうあの、いい感じのトマトニュースが本当にないっていうのもあるんですよ、一つ。言っちゃった。やっぱそんな豆にね、トマトニュースって世の中で起きてるもんじゃないから、まぁ、これニュースが不作なんて言っちゃってね。まあこれもう、あの、やめればいいじゃんって。反応悪いの、そういうやつ。トマトニュースやめれたらいいじゃんみたいな。まあそういう声があるかもしれないんですけどもね。まあこちらもこちらで本当に、あの上層部とね、現場で板挟み状態なんで、あの本当に発言権がないんですよね。あの、私、パーソナリティではあるんですけど、本当発言権がないし、リスナーの質が本当悪くて。じゃあやめようって言ったらすぐ終わるってね。まあ本当にここだけの話なんですけど、僕はあの本当やらされてるだけなんですよ。あの、もう仕事というか、もう俺はただの操り人形で、本当に、もう本当に社会のね、その上のからもこう、巻かれてる人間なんですよね、僕は。まあなので、まあそんな中、なんと、一つちょっとここでニュースをね、今週フィンランドのとある企業が、環境に優しい新たな再生エネルギーとして、砂の熱を利用した、砂電池の開発に向けて動き出したという、そういう素晴らしいニュースがあるんですよね。ほらほら、これこれ。どうだろう。自分でわかる。これ気づいたかな？今これ自分。トマトじゃないよっていう。わかるでしょ、自分で。トマトじゃないじゃん、また。手応えない。こんだけだって、トマトのニュースじゃないことを言ってきて全然伝わってないんですよって言ってて、じゃあ今日一つニュース言いますって言って、またトマトじゃないこと言って、おもろいね。パーソナリティの質が、これはパーソナリティの質が流れの、ラジオの流れがもう巧みだね。だから本当にこれおもろいやろ。ほんまにどない、どないなん、これのレベルが低い、おもろいやろ。ほんまに腹抱えてケラケラ笑ってまうやろ。じゃそんな強要することじゃないって、それほんまにな。ということでまあ、これもうちょっとニュース変えちゃった方がいいかな。あの、トマトニュースが本当にないので、まあ、さっきのニュースをこう、トマト、まあ、砂電池の話をしてたのを、まあ、トマトのリコピンを利用したトマト電池ってことにしてもいいのかな？ダメだよ。もうね、ダメだ、嘘だよ。本当にもう、あの、創作していかないと、ニュースっていうのは。やってらんないんですよ。ダメだ、そういうのからいろんな意味、ね。もうフェイクニュースが俺の、もう誇りだから。いや、フェイクニュースダメよ。もうトマトニュースやめて、もう。いや、やめて。もう毎週。
もう毎回来るたびに、こう、毎回、こう、取り込まれてる、この、トマトニュース、きちいから。やめていいって、別に。誰もやって。打ち合わせでは言えないんだけどね。打ち合わせでは言えない、俺も。だって、上層部にそんな言えないから。やめて。板挟み状態の立場で、こう、打ち合わせの時に、ね、こうやって、ちょっと、トマトニュース、そうそうやめませんとは言い出せないよね、立場上。やらされてる立場だから。みんな無理やり。いや、でもこれ、電波乗せたら強いよ、俺。本当に、生の電波乗せてるときは強いから。もう、今言えるわ。トマトニュースやめて、もう。もうやめて、これ。やめないよ、別に。あー、もうやばい、もう。もうね、もう俺、コーチも電話しちゃいそう。もう。もう間もなく。もう間もなく、間もなく。あ、困ったら電話しちゃう。もう間もなく、コーチ。間もなく、コーチに電話しちゃいそう、もう。なんか困ると、助け求めちゃうみたいな。いやー、これ、きついよね。本当にさ、ミュージックソンでもそうだったけど、もう、コーチ頼みでやっちゃってるから、そうよね、京本大我のオールナイトニッポンが。やめないと。だって俺、アンパンマンの歌歌ってあんなに喜んでくれる人いなかったもん、過去。めっちゃだから。いや、ちょっとさ、もう電話したくなっちゃうんだけど、本当にそれは良くないと思うんですよ。うん、もうやっぱ俺も独り立ちしていかなきゃいけないし。いやー、でも電話しちゃいそうだな、これ。いいよ。いや、もうね。やっぱ前回電話しちゃったから油断してると思うんですよ。じゃあなんかそう。やっぱ前回電話しちゃって、もう当分来ないだろうと思っちゃってる。あ、でもそこ行きてー行きてーけど、もうなんか、上層部怖えから。上層部が、上層部怖いんでちょっとね、この辺でやめとこうかなと思います。まあ今日はちょっとこのトマトニュースへの思いが伝わったということで、うん、今週のトマトニュースの時間でした。トマトニュース言ってないんだよ。はい。お送りしてきた京本大我のオールナイトニッポンがですね、そろそろ、お別れの時間ということで。そう、やっと。いや、寂しいですね。嬉しいよ。まあ、放送はですね、この後。いや、これびっくりだな。本当ですか、これ。何よ。本当ですか、これ。この後ね、ラップ馬尾が担当するということで。俺のことですか、それ。なんかね、どうにも、こうラップが歌みたいなんですよ。うまくないんだよ、それ。ラップじゃないみたいなラップして。ラップできてないんだよ、それ。ある後輩が歌うまいと思っちゃうぐらい。そんなラップをされる方みたいなんですよね。まあそちらも楽しみにしていただきたいと思います。ここまでのお相手は京本大我でした。ここで一曲。いちごのショートケーキを食べたの。お腹の中が鳥トントンとタンタンとティントン鳥トントンとタンタンとティントン歌はうまいんだよね。あ、そこまでする。キサラギマロン、いちごのショートケーキ。自分でそれやるしないよね。東京都千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。目を閉じ上は地線の星一番ラジルはジオがいる。初めてラジオになれたよ。ラジオに惹かれラジオの歌。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。お気に落ち着いて。もう始まってるから。もう始まってるから。やばい。メールメールってかメールメールじゃなくて落ち。ウィアさんやんねんだ。ぶち切られてるよ俺。メールメールね。メール読めばいいね。ウィアストーンズじゃないんだよね。
やんないのね。わかりました。じゃあ、テーマメール届いてますね。わかってないこと、実は、みたいな。気になる。はい、ラジオネーム、ピッコロさんからです。うん、私は間取りの表記について実はよくわかっていません。L がリビング、D がダイニング、K がキッチンという意味はわかるけど、どこからが LDK で、どこまでが DK なのか、なぜ LK はないのか、あと、なんかたまに S とか書いてあるのもあって、意味不です。S はあれだよ、シューズインクローゼットの S? 違う?どうなんだろう。ちょっと待ってね。ちょっと待って。今見ようかなと。今見ようかなと思ったんですよ。ああ、その確かめようと思って調べて。でももうそんな S が書いてある物件を瞬時に見つけることはできないなと思ってやめた。なんかすごい不動産みたいだった今。S をだってシューズインとか。いや、俺、シューズインクローゼットはシューズインクローゼットって書いてあるよね。そう、俺もサービスルームかなと思う。だよね。みんなサービスルーム。ちっちゃめのね、なんかその。物置とかそういうこと?いや、なんていうんだろう、ちっちゃい。うん、ちょっとちっちゃい部屋?そんなあるんだ、みたいな。すごいね。で、まあね、ただ何のサービスかっていう。アメニティとか置くのかな?あれじゃ、ウーバーを一回そこに置く。まあでもなんか、でも確かに、どこからが LDK でどこまでが DK なの ?DK あるよね。1DK。ただその、だから部屋の感覚的に、リビングとダイニングを作れるような部屋なのかとか、作り的にそれを意図して作ったものなのかとか、そういうことなのかな。その物件によってなんかね、その、まあ、全てが考え方違うんだよね。全ては作り手が決めることなんだよね、多分。で、すっごい、決まりはないんだな。なんか、100畳のとこでも、もう、1K って言ったら 1K だし、みたいな。一部屋だったら 1K だもんね。だからもう、多分、作り手とか表記するそこに、こう一つ、敷居を作っちゃったら、もう、それを 1LD とかできる。そう、だからわかん、俺もね、確かに言われてみたら、わかんないわ。わかんないな。確かに。ね、あと、あれたまにね、なんかさ、なんかあの、表記にさ、あの書斎みたいなところがあってさ、なんか英語で書いてあんのよ。書斎もなんか英語の表記があるんだ。そう、なんかない。わかる?長野さんわかんない?書斎みたいな、でもなんかあんのかもね。S 以外のなんか表記があったんだよね。なんか、英語の?そう、英語のアルファベット系で。あった気がするけど、ちょっと、でもそれをすぐ。てか、書斎がある物件見てんだよ。何見てんだよ。なんかそういうのもいいなってちょっと大人っぽくて、ね。一番本から遠い男じゃん。ちょっと大人っぽくて。何を書斎見てんの?思ったりするんですよ。続いて、ラジオネーム、草屋ちゃんさんからです。はい、綿あめがどうやってできてるのかよくわかってません。お祭りの出店を見ていると、でっかいマシンに砂糖を入れてなんか割り箸をくるくる回してるうちに綿あめが完成しますが、あれ中で何が起きてるんですか?俺もわからん。俺もさ、ちっちゃい時さ、なんかなんて言うんだろう。食べ放題でさ、焼肉もなんか なんだかんだあって、そこに綿あめの機械あって、真ん中のところ回るとこに、なんて言うんだろう、この砂糖、ちょっと粒が大きい、ザラメじゃないけど、なんか砂糖みたいに入れんだよね、真ん中に。でスイッチ入れると、それがブワーって回ると、機械の周りに、なんか蜘蛛の巣みたいなのが徐々に貼られていくのよ。それをこう割り箸回しながら絡め取るんだよね。あれ確かに何だ?なんか、溶かしてるってこと?理科的ななんかそういう。あ、そういうことやっぱ。溶かしてんだ。でも液状にならないのはなぜですか?砂糖って溶かしたら液状にならないですか?溶かしてくるくるって回して。あ、もう。あ、溶かしてすごい速度で回してるから、発足。液状になる瞬間のやつをもう。ブワー溶けたのがブワー回って、端からシュンって出た細いのを、が周りにいっぱいあるってこと?え、大きくなんで詳しいの?わたあめの機械。どうしよう。え、ほんと?あ、ほんとにわたあめの出店やってたことあるんだ。そういう、家で?ほんとに実家に?すげえじゃん。聞いたことない、そんな人。すごいね。あ、そういう仕組みなんだ。いやそうみたいよ。よかったね。エモいよね。だって、もう、よっぽど回しちゃったらもう消えちゃうものなわけでしょ本来なら。で。だからザラメが溶けて、あ、もう出し切ったら、ね、いなくなっちゃう前のやつを救出して、こう、この世から消えないように、形にしてあげてるわけでしょ、それをまた口の中に自分の欲望のために放り込んで消してしまうわけ、ね。消してしまうって、儚いもえね。わたあめを、儚いもえって。で、あれ、色ついてるのとかあるじゃん、たまに。あれは普通に色付きの砂糖を入れてるの。あなるほど ね, ううね。ピンクとかあるもんね。続いてラジオね、はい。ミミさんからです。ミミス。若い子が働いてる焼肉屋さんとかで、バイトの子の名札に、好きな部位はハラミとか、あだ名はアーちゃんとか、名前以外のことが書かれてますが、
あの情報に対して我々客は何を感じ、何をすればいいのか、いつも不思議な気持ちになります。あるよね。趣味とか書いてる人とかいるもんね。あります、あります。これ結構でも話しかけちゃう、俺それ。え、俺も結構言うよ。うん、あーちゃんだったらね、例えばあーちゃんって呼んで、ちょっとその場盛り上げちゃったりとか。もう、待って。どういうこと？盛り上げちゃう。あとはそれ見て注文の時に、ハラミ好きなんですか、うん、じゃあやっぱハラミ頼んだ方がいいっすよね。じゃあカルビでとかこういうのやってる。なるほどね。そのジュリのそのなんか、店明るくしちゃいますね。ボケストックがあるのですね。ルーティーンみたいな。定番の定番の。定番のやつが。はい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 。店盛り上げちゃいますよ。店全体を。いやー、薄ってないで。なんか、画期的なディナーにしちゃいますね、僕は。うん、でも確かにまあ、またもう、本来は名前だけあればね、もうなんか、この方すごく親切でしたとか、お店なんかあった時にお話する時に、名前さえあれば、まあ、問題はないから。でもそういうの書いてあると、フレンドリーにこっちも行きやすいからさ。まあ確かにね、お店の雰囲気としてそういうのがあった方がいいお店はあるかもね。うん。続いて、まあ呼び方について。呼び方？ラジオネーム、あらじるさんからです。俺の呼び方だね、来週の。高橋恭平さんに雑魚だと思われないために、田中さんの呼び方を変える件ですが、キャプテンはありきたりすぎるので、ラガーマンはどうでしょう。大きくて強そうで背中を追いかけたくなります。ラガーマン悪くないね。いいやんよ。かっこいいよ。そうそうそう。ラガーマンも全然ありよ。だって、アラジルはもう俺をラガーマンと呼びたくなっちゃってるわけだからね。これを送ってる時点で。それは全然否定しません。いい傾向を来てるね。いい流れ来てる。うん、いい流れになってきてる。ジュリが気持ちよくなってきた。来週をお互いちゃんと盛り上げるために、うん、全員がいい気持ちで終わるために、いい方向に向かってます、このラジオ今。素敵です。続いてラジオネーム、ごまたまごさんからです。はい。え、田中さんのことを田中なんて呼ぶ人間いるんですか？そいつ大丈夫ですか？ラジオ、舞台、ドラマ、バラエティ、すべてのエンタメの頂点に君臨した王ですよ。来週もいつも通り、キングと呼ばさせていただきます。キング。危ないです。全部で頂点って言っちゃうとね。ちょっと気をつけてね。ここまでにしてね。これより行くと、あれ、ジュリ君雑魚って思われます。危ないです。逆にね、一周回って雑魚のパターン。ちょっと危ないですよ。じゃあこれもう、合わしちゃってラガーキングっていうのはどう？ゾウ語系ですね。ゾウ語パターン。ラガーキング悪くないですね。はい、じゃあそれでは聞いてください。何話でし、何話男子でウブラブ。日本サタデースペシャル、そろそろお別れの時間です。ここで僕たちストーンズからのお知らせです、ストーンズの7枚目のシングル私が発売中です、まだの方はぜひお手に取ってみてください。そして僕たちのオフィシャル YouTube チャンネルでは私のミュージックビデオやカップリング曲それぞれの世界観を映像で表現したビジュアライザーを公開しております、はい、こちらもぜひご視聴ください。その他最新情報などはストーンズ公式ホームページ、ツイッターをご覧ください。そして番組では、コーナーやリアクションメールを送ってくれたリスナーから抽選で6名の方に大輔リチャードさんデザインの番組特製ステッカーもプレゼントしています、うん、ステッカーくださいだけのメールにあげることはないのでそういうメールはお控えください。ということで、時間までメール読んでいきます。お願いします。まず最初ラジオネームグーパンチさんからです。このままだと来週高橋恭平さんが来た時のメールがキャプテンとかリーダーとか呼び方が乱立しちゃう。 あれこの先輩全然リスナーをまとめられてないじゃんってなって田中雑魚じゃねって思われちゃいます。どうしましょう。統一しないとね。ああ確かに統一ね。ラガーキング行こうか。あいいの、ラガーキング、うん、合わせ技でラガーキング聞いたことないでしょ。えラガーキングって呼ばれてるんですかって CM 中に聞かれます俺が、うんうん、想定ね、うん、ああラガーキングわかんない。あまあまあそうラガーまあいいや、うん、ラジオ楽しいんだねみたいな。ラガーキングを説明しません。多くは語らないラガーキング、ね、造語を語らない花からあったみたいな雰囲気で、ラガキング。考えさせるあだ名だよね。いいよね。帰った後も俺のこと考えちゃうから。いいね、ラガーキングってなんだろうっつって。ラガーキングで行きたいっすね、俺できれば。続いてラジオネーム、クララさんです。ラガーキング田中ですが、来週ブースに入るときスタジオのドアをタックルで開けるのはどうでしょう。高橋恭平くんも、
うひゃー、これがラガーキングの現場の入り方か、しびれるーってなること間違いなしです。悪くないよね、キャラクターとして ね。肩からね。肩から行く。悪くないと思う。悪くないよ。キャラ付け大事よね。いや、どんどん定まってきた。おはようございます、バーンってことよね。いいんじゃないですか。定まってきたね。椅子もなくていいし。ラジオこうやって膝に手を置いて、俺こうやってラジオやるから。うん。で、CM 中はトゥルースさんと肩組むから。うん。スクラム。長だね。うん。椅子も最悪なくてもいけますね。はい、続いてラジオネーム、グラマラスさんからです。はい、てか、この放送高橋恭平が予習してたら全部終わりじゃね言うな、確かにそれは言うな。予習してるかもな、真面目だから。俺言うから、真面目だからね。今もうすぐ言う、終わった後、お前俺らのラジオ聞いてないよな聞いてないよな。タイムフリーとかあるけど聞くなよ。タイムフリー残さないからね、今日は。聞かなきゃ聞かないだけ、お前来週のラジオいいからなって言います。釘刺しておきます。もうなるべく聞くなよっていう風に僕は念を押しておくので、そしたら恥ずかしいもんな。いや、聞かれてたら終わりですね、全部崩れます。はい、ということで一部の放送局を除いて、この後1時からはオードリーのオールナイトニッポンが放送されます。はい、ということで、ここまでのお相手はストーンズ田中樹と京本大我でした。ねえ、今もだよいいねえ、今もだよいや、うまい今日も